はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員、くつざわでございます。新寺様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。昨日ですね、帰宅時間のサラリーマン狙って、草加駅で政治活動してまいりました。10月16日、草加の市議会、出まして、まあ、内田支部長が立候補予定なもんですから、昨夜行ってまいりました。私自ら、支部長の内田は平日仕事のため、まあ、できないな、土日しかな、選挙も近いんで、ちょっと焦ってはいるんですけども、帰宅サラリーマン多数でありました。美女率高いな、個人の感想です。あとは歩いてる人の年齢層が若い人多いな。大塚駅っていうのは、まあ巣鴨の隣で高齢者率が高いんですけれども、選挙が近いせいか立憲民主党の女性候補現職なのかな、若い綺麗な女性候補が演説、あと共産党の車が流し凱旋やっておりました。ちょっと焦りますよね。これまあ、知名度を上げる、党の知名度を上げたい、草加で当選できたら日本改革党の知名度が上がる、そうすると統一地方選なんかも有利になるし、2年後、3年後の参院選に、今より知名度を上げてですね、10人立てて比例使えるようにしたいし、ひょっとしたら2年後の都知事選とかに、まあ私、立候補するかもしんないし、ということで、やってまいりました。日本改革党はまだまだ小さい組織なんで、代表自ら攻撃に加わる、みたいな感じでしょうか。まあまあこういう理屈でね、草加で、当選できたら党の知名度上がっからねということで、画像提供いただきました。8月21日日曜日6時40分ごろ夕方ですね、高円寺駅で、安倍総理国葬反対集会みたいなのをやってたそうであります。全学連とかブルーの上りたなびいてますけど、洞口区議が参加しているので中核派の集会ってわかりますね。安倍総理の国葬はですね、どこがどうなって国民の戦争動員の道になるのか全くの謎。安倍の国葬反対、国民の戦争動員への道とか書いちゃってますけど、どういう理屈でそうなんの、なんでなの、教えてほしい。この人らの脳内では辻褄合ってんでしょうかね。あんたらに国民の動員のことを心配してもらう必要ないですよね。日本人の心配は日本人がやりますからね。この人らに、国民の心配してもらわなくても結構です。全然結構です。全学連ってね、いつまで学生気分でいるの、おじいちゃんおばあちゃんたち。50回ぐらい留年してんのかよ、まだ学生なのかよ、70代の、って感じなんですけどね。こっちのおばあさんたちはね、総の字間違っとるし、一本足りませんよね。おかしいでしょ、国葬おかしいでしょ。こいつら外国人、っていう説以外にもですね、頭が悪すぎて50年卒業できないっていう説が浮上しますね。頭悪すぎてどうやって入学したんだっていう謎が今度はね、浮上しますけどね。字の間違いを周囲が指摘してですね、書き加えたり修正したりしないんだから、周りも全部このレベルってことですよね。どこが間違ってんだか、わかんねえレベルってことですよね。もう無理せずにですね、国葬って書けば、無理して漢字使わなくていいんだよ。カタカナでいいよ、なんて言いますとですね、間違ってですね、コワンウとか、間違いそうだな。コワンウ。この人ら間違いそうと言えばね、国葬おかしいでしょうって書いてありますけど、おかしいな、あんたらだって。調べたら、全学連ってかつて5派ありまして、現在はですね、
共産党系全学連、中核派系全学連、核丸派系全学連の3つが生き残ってるそうであります。共産党は、うちの全学連が真の全学連とか言ってるみたいです。どうでもええわんなの。元祖が本気化で争ってるのね。左翼の中でも、一緒に分裂するほど意見が合わないのに、なんで話し合いで、戦争止められるって言うんだって話ですね。左翼が5人集まったら3対2に分裂して争うし、3人だったら2対1で分かれて争うでしょうが、国葬何も反対してもですね、インドの現役首相モディさんも出席するって、そのまま日印首脳会談する予定だそうであります。まさに弔問外交だなーって。オバマもメルケルもマクロンも来るし、おじいちゃんおばあちゃんたちがいくら頑張ってもですね、間違った字のプラカード使って頑張ってもですね、今更中心になりませんよ。あんなに頑張ったのに、あんなに頑張ったのに。モディ首相が来ることについてネットの反応です。アメリカ副大統領、フランス現役大統領も来るし、警備はサミット並みになるね。クアッドの結束がより高まって、中国涙目、なくなっても外交に貢献、ありがとうございます。左翼発狂で飯がうまい、にじみ出る悔しさ、ざまあみろ。悔しがって発狂してんのかな、左翼か拷問か知りませんけど、掲示板で左翼と拷問が暴れてるみたいですね。ストレスで免疫落ちちゃいますよ。万病のもとの風邪ひいちゃいますよ。そんなに発狂してるとね。台湾総統が出席したらえらいことですね。中国は絶対阻止したいだろうな、拷問を総動員してでもね。中200万人いるって話なんですけど、恐ろしい話ですね。拷問、刑務所の中から書き込みさせてるって噂ですけどもね。今後国葬反対のデモや集会がもともと多発すると思われます。中止、あわよくば中止させるため、中止になんなくても岸田政権の支持率を落とすため、中国共産党の直々の指令でデモや集会増えるんだろうな。9月中は集会はできんですけど、都内ではデモはできません。許可されないと思います。当局関係者、厳戒態勢でピリピリしますんで、いうことで、私のところにも、この期間、デモとか遠慮してくれませんか？連絡来ました。というわけで、10月2日に NHK スクランブルデモやっかな、計画してるんですけれども、来年度、防衛予算が過去最高の 5.6 兆円になることが気に入らない、外観誘致主義者のクズで、朝日新聞社員の玉川徹、テレビ朝日の番組でですね、防衛費倍にするぐらいだったら研究費倍にしろと言いたいですね、どっちの方が国力につながるんだと、などとほざいておりました。同じく外観誘致主義者の仲間である梶田日本学術会議学会長、今のコメント大変ありがたく思いました。こいつら外観を誘致して日本人の死を願う人間のクズどもなんですよね。その日本人の中に、人民軍に蹂躙される日本人の中に、自分や自分の子供や自分の孫は含まれないと勝手に考える幼稚さ、やはり左翼は甘えって言うしかないですね。左翼の特徴まだありますよね。なんかしんねえけど傲慢、なんかしんねえけど根拠なく自分は正しいと思える、っていうようなですね、なんだ子供じゃねえかなんて思うんですけれども、ネットの反応です。国がなくなったら研究も何もない、防衛費と研究費に何の関係もないから、学術会議ってまだあったの？日本がなくなったらどこで研究する気なの？両方増やすが正解では。玉川の意見をありがたがる大学教授、電波量を倍にしよう、これいいな。軍事研究は科学の最先端なんだが、バカで分かんないのかな。防衛と基礎研究の分離は不可能なんだが、という意見ありました。だから防衛費研究費別なもんって考えてんのが、そもそも幼稚で無知である。
軍事研究から発生したものをパソコン、インターネット、人工衛星、GPS、電子レンジ、気象レーダー、人工知能、原発、デジカメ、ナイロン、ソナー、冷凍食品。これあれでしょうね、軍隊の食事、ミリタリーミリ飯って言うんですか、冷凍食品、シリコンなどなど無数に存在しますね。シリコンはですね、元はあれだって、オイル、シリコンオイル、高いですね、高度でプロペラ機だった昔ね、シリコンオイルじゃないオイルはなんか凍っちゃって、あんまり高く飛べなかったみたいですね、プロペラ機は。でシリコンオイルなんかが開発されて、もちろん軍事研究でね、でまあ軍用機がその高高度で飛べるように、まあそのうちプロペラ機も廃れちゃいましたけどもね、これは軍事研究だ、これはそうではないなどと分けることなどもはや不可能なんですよ。最近ではね、ドローンの軍事利用もありますけれども、ドローンもね、無人機からの発展派生化、だからどっちがどうだって分けることが不可能だ。防衛費か研究費かっていう二者択一も間違っていますよね。どっちも増やすが正解。まあ玉川はね、外国政府の指令を受けて日本の防衛力低下を狙ってんでしょうけどね、人民軍が日本を侵略しやすいようにね、それにですね、国家あっての学術、国家あっての研究であり科学技術、日本が人民軍に蹂躙されたらお前ら一体どこで研究する気なんだって話なんですけどね、国家あっての生命財産言論の自由なのはウイグル、チベット、香港を見れば明らかであります。研究どこじゃねえよ、人民軍に蹂躙されたらさ。玉川っていうか、テレ朝と朝日新聞はね、国の大事の兵を減らして侵略させて、まあせっせせっせと研究した成果をそっくり中国に献上させたいでしょうね、多分。私はそう確信いたします。岸田政権、秋にコロナの感染数全数把握をやめる方針。数の把握は各自治体に任せるわ、だそうであります。今までみたいに病院にですね、コロナの陽性数毎日毎日申告してね、保健所に、みたいなのをやめるみたい。これでね、毎日毎日テレビがですね、あぎもせず、今日の感染者は、何万人みたいな、なくなりますね。テレビが吠えなくなればですね、誰も気にしなくなりますね。そうなればですね、マスクつけない人も増えてきそうですけれども、私、肺がんやってからマスクが息苦しくってね、屋外ではちょっとずらしていたい派なんで、マスク警察の圧力低下はありがたいです。テレビが原因だから、今のコロナで大変だっちゅうのもさ、全てテレビが原因だから。テレビが毎日毎日脅すからですよ。で鵜呑みにした人が、ああ怖い怖い怖いっつってね、役所の区役所員も市役所員もテレビに洗脳されちゃって、ああ怖い怖い怖いっつってね、官僚も怖い怖い言ってね、立憲民主党発表、議員14人が統一と関係があったが、全員統一と知らなかったんで、セーフと発表しておりました。どうすんのこれ。脱粉不可避。なんか歯切れ悪いと思ってたと。知らなかったんじゃ仕方がないな。ってなるかーい。自民への攻撃手段を自ら無効化していくスタイル。疑惑は深まったな。早速ブーメランで草、ドツボにハマってますな。テレビではやらないニュースで誰がうんこしたのという意見がありました。知らなかったらセーフ、ブリブリ。自民がこんなこと言ったら火がついたように攻め立てんでしょうね。テレビも新聞も一緒になってね、ゴミどもが全力で変わってくれるおかげで余ったれてますます劣化が止まりませんわ。岡田克也新幹事長、西村ちなみだか、ともみだか、幹事長は、首
これ街頭演説しても2人しか集まんねえほど人気がない西村はクビ、どうやって当選したんだこいつ謎だ、統一の機関紙の世界日報に3回も出てるんだって、もう党名変えたらそろそろ、うんこの党だがおすすめであります私は、立憲の議員が何か言ったら言い終わる前にですねお前に言われたくないって9割方言い返せる説を唱えさせていただきましたけれども、これもそうですね、立憲の議員が統一のことで何かほざいたらお前らに言われたくない、重要にも関係して、当てはまりますね。お前らに言われたくない案件がもう一つ、公明党山口代表、一般とトラブルを多く抱える宗教団体とは分けて考えるべきと、神社さんとかがこう言うんだったらそうだよな、思いますけれども、山口夏夫が言ったらお前らに言われたくない、ってなりますよね。ネットの話、そうかも、普通じゃねえんだわ、お前んとこも普通の宗教じゃないだろ、お前らもうそこそこひどいやろ、高額の仏壇販売とかでトラブル抱えてるじゃん、何しれっと普通側に入ろうとしてんの、そうかなるほどってなるかボケ、っていうような意見、脱退者を出した家族を囲んで攻めたり、大勝利大勝利大勝利って叫ぶとか聞いたことありますけれども、これのどこが普通なんだよオルグの際はですね、仲間に引き入れることをオルグって言うんですけど、オルグの際はですね、一室に何時間も軟禁して大勢で囲んで代わる代わる説得するんだって、何時間も、根負けあるいは洗脳されてですね、入会しますなんて言おうもんならその場の全員が抱き合って分かってくれたと大騒ぎ、ああ気持ちが悪い、これのどこが普通なんだ、この作業をですね学会では釈服って言うそうなんですけど、どんな感じなのかは私分かりません、普通って自信があるなら公安のガサ入れも怖くないっすね、自主的に中身焦がしたらどうですか、公明党は、公安調査官、公明党にも調査立ち入りしたいんですけどね、与党だからできないってこぼしてましたよ、残念がってましたよ、この人は仕事できる人ですぐ上の組織に行ってしまって私の担当から外れて残念でした、話もあったのに、アニメの話とかカルトとしての有害さだったら共産党と並んでですね統一の何百枚も危険でしょ、あんたら学会の方が国交大臣ポストを独占してですね日本人に対する害も半端ないでしょ、駅の艦隊時ハングル表記とかさ、それご利用してんの国交省観光庁国際観光課ですかね、かといって統一を許すわけじゃありませんからね、私はね、学会よりマシとか言ってお目こぼしする気は全然ないですけどね、公明共産統一全部消滅してほしいと思っております。ちなみにですねオウムの残党がアレフとか名乗って存続してますけども、宗教法人格を取り消されてもですね結社の自由とかですね、まあ集合する自由が憲法で保障されてるんでいかんともしがたいそうであります。堂々無税の宗教法人じゃなくて、宗教法人じゃなくなったら力はねガグンって落ちますけれども、公明と統一は格の取り上げ取り下げ失格でなんとかなりそうですけど、そもそも宗教団体じゃない共産党は厄介ですね。まあ高等の資格取り消して、比例使えなくして、いうとこから攻めていくしかないのかな、党員の自然源待つしかないのかなって思ってみたりね。まあまあ時間は我々の味方ですから、子や孫の代に共産党を残さないように今のおっさんたちが頑張ればいい話であります。機会があれば共産党の悪口を言ってもらってですね、日本改革党から当選できたら議員さん各地方議会で共産党の悪口というか
事実を指摘するだけで懲罰委員会かかりますからそれやってもらって、まああの議員クビになんねえ程度に、名誉毀損とかはダメだよ、個人のね、裁判沙汰になるようなのは言っちゃダメだよ、せいぜいあの議会の懲罰委員会ぐらいだったらあのいいですからね。それにですね、議会中の議員の発言ってあれですよ、名誉毀損とか誹謗中傷とか侮辱罪に取られないっていうのが判例ですけどね。まあこれはね、あの自由に意見を言ってもらった方が民主主義的に有益であるってことでね、それできねえもんだから懲罰委員会なんか47年ぶりに、立ち上げやがって、豊島区の共産党はもう憎くてしょうがねえよ私は。まああの日本改革党から議員さん当選できたら喧嘩上等で頑張ってください、よろしくお願いします。デトックスジャパン。